ノリトの様子縮子は、神道の祭祀において、神に対して唱える言葉で、文体、素字、書式などに固有の特徴を持つ。ノリトのノリは、ノルの名詞型で、樹的に重大な発言をすること。とはクソヘ、ノロイド、コトドなどの都と同様に樹的な行為やものにつける、設備ごと介するのが、通説となりつつある。カモノマブチは、 御ことのりたまものこと、も通りのりながは、先説ことを、りとの語源と解いたが、今日では認められていない。本来は、りとの語形であったのがことを加えて、のりとごととなったとする説と、逆に、りとごとの語形だったのがのりと,と略されたとする説とがある。平安時代後期以降は音輪化して、のっととも呼ばれるようになった。乗とに、縮詞の字を当てたのは、 中国における用事、祝文の文を詩に変えたもので、祝文は、不祝が神に対して申した言葉を意味する。古代律令制下における法制上の用語としては、祝詩で統一されているが、他に以下のような表記がある。口述の演技式書斎のノリトの文体は、鮮明体と相状体の二種に対別できる。鮮明体は、もろき聞くえよと先父、将へ。 自教へ立て楽らくと戦府のような語句で終え、祭祀の場に参集した人々に、戦読みする形式のものである。それに対し、創上体では、申したまわくと申す、書へ、自教へ立て楽らくと申すなどと終え、直接神に対して創上する形式のものである。ノリトのノリに、ノリ聞かせるという意味があることから、戦明体のノリトが古く、 本義を伝えるものであるとも考えられるが、経験には決着がつけがたい。折口忍は、日本文学の発生を、新興期限説に置き、文学の発生を促した、高等師匠の一つとして、ことほぎを想定した。ことほぎには、上から下へ乗り下す師匠と、下から上へ申し開きをする師匠があり、前者は、神が、精霊に命令し、後者は、 精霊が神に屈服を制約する言葉である。これが天皇と進化の関係に移行して、前者が、ノりと、後者が、よごとと称されるようになったという。また、神より命令された精霊が、さらに下の精霊に伝達する言葉を、祝い事であるとした。演技式祝詞の多くは、おおよそまず最人の御名を唱え、あるいは、人代の伝承から解き起こして、 当該祭祀の由来を述べ、続いて、神徳を称え、新戦や平白を建てつり、祈願の趣旨が述べる。より広大に成立したと目されるノリトにおいては、冒頭における神よの伝承を省くものもある。その表現法は、比喩、列挙、反復、対語、追句などの習字が用いられ、前言美辞を尽くし、早朝な拡張を織り成すものとなっている。 厳粛であるべき祭祀の場において、読み誤りを防ぐため、ノリトにおいては独特な表記法が取られている。すべて漢字が用いられているものの、漢文ではなく、日本語の語順によって、主に体言や動詞、形容詞の語感が、聖訓字として大きく書かれ、用言の活用語尾や助詞、助動詞などが、万葉仮名で小さく書かれる。これを鮮明書きという。これは、 古代において和風を含む漢文体に比べて正確に音声化し得る表記法であって時代が下り漢字化な混じり文が成立してからもノリトは専用書きを持って書かれ今日においてもこれは同様である今日一般にノリトと言われるものは以下のように分類できるこのうち五国文以降は皇室祭祀における特殊なノリトである 太古より神祭りに際し、何らかの死を唱えていたらしいことは、危機の天岩は宿の下りにおいて雨の子屋根の命が、太のりとごとを奏したとあり、古事記の国譲りの下りで、神聖な火を切り出して、神仙を調理し、神に建て祭るときに夜ごとを奏したとの伝承が、残っていることから、伺える。古代より現代までのりとは作られているが、神道古典として、 また現代のりとの規範になっているのは、延長5年12月送信の演技式巻八に収められている27編ののりとである。以下に表にして示す。現存する最古の写本は九条下本で、平安時代後期に筆写されたとみられる。本文には、後世の改編がなく、暴君も、個体の仮名で書かれている。 ついで大英三年筆者の浦部金長本があり、これは万葉仮名の用法において九条花本よりも古い形態を残している。その他に金長本とは異形刀の一本である天文十一年の浦部金右本がある。演技式初集のノリとは作成年代に幅があるがある程度推測できるものもある。上の表中にはこの神社の創始が、 神語経運2年であり、3、4はこの祭祀の初見が天武天皇4年であること、5、6はこの神社の祭祀が延暦年間であること、27の神菓子僧上の初見が霊気2年であり、文中の地名が飛鳥カ藤原経の時代を反映していることから、年代を推定することができる。また、1、7、 十は何時かの改変が加えられていると考えられ、一、四、七、十四や、口述の、中富の用語との文中にある、天津社、国津社の用語は、大見礼思考中の天治天皇十年から、地頭天皇三年の間とする説もある。危機や、古語周囲に、隠別氏の祖神、太玉の命が平白を担当し、中富の氏の祖神 雨の子屋根の命縮死を奏したとの伝承がある。これを踏まえ、神儀礼の規定では、上の表中、1、7では、中富の氏が乗りトを乗り、隠部氏が平白を反つことになっており、8、9では、隠部氏が、その他は、中富の氏が乗りトを読むことになっていた。また10は、もっぱら、中富の氏が奏したので後世、中富の払いと呼ばれるようになった。 演技式書斎のノリとの研究は、6月、都合森大払いや、それを改変した中富の払いを対象として、鎌倉時代から僧侶や神道家の間で注釈が行われたことに始まり、現在に至るまで、多したような注釈書が存在する。このうち、明治以前のものは、大払い注釈体制に、ほぼ網羅されている。江戸時代の半ば、 国学者の活動が活発になると、前説のような看護、仏教語を取り入れたノリとを批判され、演技式祝詞が見直されるようになった。全体を網羅した注釈は、カダノアズママロ、カダノザイマンに始まり、カモノマブチ、祝詞校で本格化し、鈴木茂汚、演技式祝詞講義に至って頂点に達した。また、全体にわたるものではないが、元折ノリが 出雲国像、真珠公尺、大原言葉五尺は今日なお参観に耐えうる、注尺書である。天皇の即位の日や戦争大城祭の時に、中富の氏が創造した、中富の世語とも重要な文献である。この絵天皇の工事元年、大中富清近が創造した、中富の世語とは、藤原頼長の日記である、大紀別記に初集。他に、 その二代前の蕎麦天皇の天人元年、大中富地下指定の創造したものなどがある。また、演技式巻16、恩苗寮の、なさい上には、12月開日のなさいにおいて、恩苗氏が唱えた祭文が収められている。中世以降、ノリとは、時代が下るにつれて、おおむね簡略化、形式化してゆき、神仏集合の流れから、看護、 仏教語が取り入れられていった。だが、演技式のノリトが、完成のものであったのに対し、民間の書写で実際にそうされたノリトを知ることができる、点では貴重なものである。ある程度まとまった形で残るものとしては、広大神宮、年中行事小等分や若さび子神社、 諸島次第、住吉大宮宮宿氏日吉社宿宿伝書、諏訪社年内新寺次第旧記がある。断片的に諸書,書に搭載されたものには、十悪多章失政諸書,書に、記載のある、宮財門が挙げられ、その他、高尾三上宮年中行事、昭雨期、柱師匠、類樹大部人、あ鏡、長谷軍祭冠中期、その太れ木、高富期、 本朝世紀などに、伊勢大宮宮をはじめ、鴨の、岩清水、平野、祇園北野、春日など、書者のノリトが収められている。現代において新職は、上記の縁起式書斎のノリトや俗日本記の、鮮明などを転挙として、大和言葉を用いて、ノリトを作文している。自賃祭や建物解体時の工事の安全に関わる、祭祀、結婚式、 初見や詣などの人生儀礼の祭祀、艶祭や相上祭などの総祭など、祭祀の種類は多岐にわたるが、その祭祀の内容を踏まえて、その都度、作文するのが原則である。明治期以降、数多くのノリトレ文集が出版されており、それを作文の上で参考にするのは、問題ないが、頼りすぎて表現が固定化され、本来のノリトの意義からは、 外れているという指摘もある。一方、祭儀の前に行う終罰での払い言葉や、大払い式での大払い言葉など、文面が決まっているものを想像することもある。本説では、主に神社本庁包括下における神社に奉職する、神職の作法について述べる。まず祭り委員が、神前に膝つきを設置する。次に、宮司は施行していた場所を立ち、 祭り院が奉仕してきた乗り刀を受ける。この時、宮司は乗り刀尺に添えて持つ。その祭り院は、地座に戻るのと時を、同じくして宮司は神前に進み、膝つきの前で、こいつした後、左膝より膝つきについて散歩膝伸し,し、着座して、伸一する。続いて、采配、尺を、右もも横に置いた後、乗り刀。 自らの左側で開き、開き切った後に、ノリトの上端が、目の高さに来るようにしてから操上する。縮死操上の間は、初いみな平服する。操上後は再び左側にてノリトを巻き、巻き終わった後に尺を、右膝状に戻して、それにノリトを添える。再配に拍手一杯の後進入。右足より三歩膝対してから立ち、昇遊して、思考の座に戻る。 先に、ノリトを渡した祭り員がこの間に、本座を離れ、宮司が、思考の座に戻る途中で待機し、宮司よりノリトを授かる。その間、先に膝付きを設置した祭り員が、神前より膝付きを徹する。なお、律令では膝付きを用いない。宮司が初めからノリトを懐中している場合は、無論上記のノリトの徐々の,の部分はない。女子が、 呂氏の場合はのりとを受け取った後、すぐに回中する。醤油では15度、新逸では45度、平服では60度、灰では90度に腰を折って拝礼する。小逸及び新逸では体を起こした後、尺、扇を正す作法になるが、平服では体を起こしつつ、尺、扇を正す。また、采配は灰を続けて2度、行うことである。書き分 のりとの折り端は表紙側、表側とほぼ同じ意味である。祭祀中、祭祀との間で、のりとの授受を行う。祭り員は、のりとの折り端を内側にし、右手に手株を上より、左手に手上部を下より取り、胸の高さ、左をやや高くして持つ。これを祭祀に渡すときは、のりとを立てて、 右手で外側からその上部を取り、左手でその下部を支え、折り端を外にして渡す。祝死相乗後、採取よりのりとを受け取るときは、右手で、のりとの下部を取り、左手でその上部を取って受け取る。採取がのりとを受け取るときは、尺を左手で支え、右手で、のりとの中ほどを横から取って、尺の内側に添えて持つ。祭り院員に授けるときには、 尺を左手で支え、右手で、のりとの上部を、外側から取り、折り端を外にして授ける。のりとを開くときは、左手で中ほどを、右手でその折り端を取り、左側で開く。創上後に巻くときも、左側で行う。女子の場合、のりとを受けるとき、座礼では扇を、膝前正面に横に置き、木もしくは立っている場合には、扇を回中した後、 右手で、のりとの中ほどを横から取り、左手を下部に添えて受けて、これを回中してから、扇を再び持つ。のりとを授けるときは、座っている場合は扇を膝前正面に横に置き、木もしくは立っている場合は、扇を回中後、右手で、のりとの上部を取り、左手で下部に添えて、折り端を外にして授ける。授けた後、扇を再び持つ。本節では、 のりとに関する神社夕食古日に関する事項を述べる。今日では大宝書紙を用いることが多いが、他に鳥の子紙、杉原紙など白い和紙が用いられてきた。直詞が、伊勢の神宮や神社、三陵で創上するご祭門の漁師は、演技式の規定通り伊勢は花だ色、モノは公色、そのお他は、黄色の紙が用いられている。 上書後は七折板になるように折り、末尾から巻く。祭祀の際には、新職は祝詞を改中するか、祝詞袋に収めて後取りに保持させる。祝詞袋は、多くは赤字山と金、または青地山と金を用いるが、今日では祭福を装束とする祭祀において、白色を、新総祭の一連の祭儀において、耳色を用いるなど、多様である。 安置用と法事用の二種がある。出雲大社では、海りと創上前に後取りが宿死制案を小模状に据え、その上に、海苔と玉串を置き、宿死制案の前に膝つきを敷く。採取は、海りと相上後にのりとを巻き、宿死制案の上に置く。後取りは、海りと相上後に、これらを徹する。なお宿死制案は、海りと相上のために使用される小型の案である。 ありがとうございます。